サックとタカシーのおしゃべり翻訳。はい、どうもサックでーす。タタッ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 タカシーでーす。久しぶりですね。それ今日はですね、ダイウィズゼロという本のご紹介をしたいと思います。はい、こちらの本ですね、ゼロで死ねということで、はい、人生が豊かになりすぎる究極のルール、かっこいいっすね。こちらをご紹介したいと思います。ゼロで死ね、ゼロで死ねと、なんかすでに響いた今、もうすでに、うん、まあどんな本かと言いますと、この本はですね、人生を豊かにするお金の使い方を教える本です。お金系なんですね。そうなんですよ。はい、皆さん、はい、今やりたいことありますか？たくさんあります、ね、ありますよね。まあ僕やったら旅行に行きたいとか、あとまあスカイダイビングがしたいとかね、そういうのもあるんですけども、はい、まあ、皆さんにもなんかあると思うんですよね。はい、もちろんこの、ね、旅行に行きたい、スカイダイビングがしたい、ありますよね。うん、この本はですね、そんな皆さんにこういうわけですよ。なぜ今やらないんだと言うんですよね。この本が伝えたいこと。食らったー、既に食らってる。食らったー。え、なんでやらないの？なぜ今やらないんだと、うん、本は伝えてくるわけですよ。やりなさいよ、今って。今すぐやりなさいよと。この本が伝えたいことの結論は先に言っちゃうんですけども、やりたいことがあるならお金や時間をケチらずにすぐやろうと、お金を思い出に変えようということを言いたいわけなんですよ。いや、もうグーパン食らってる。グーパン食らってる。グーパン食らってる。デンプシーロール食らってる。この本はですね、お金について書かれた本なんですけども、お金を稼ぐ方法を書いた本ではないんですよね。この本の目的は、はいはいはい、富を最大化させることではなくて、人生の喜びを最大化する方法を伝えることなんですよね。え、この作者ムエタイのチャンプ？ムエタイのチャンプ、殴られまくってる。そうそう、俺の心のムエタイのチャンプ。そんなバシバシ来てるのよ。でもいいですね。皆さんはですね、何のために働きますかと、何のためにお金を稼ぐんですかと、はい、若いうちから生活を切り詰めて貯金して、そのお金をどうするつもりですかと著者は言うわけなんですよね。人は生きるためにお金を稼いで働くわけなんですけども、はい、本当に求めているのは経済的な豊かさではなくて、人生を豊かに生きることじゃないんですかと著者は言ってくるわけです。もう食らいまくってる。ゴールですね。本当の意味での。そうですね、この本ね、本当の意味でのゴールですね。お金って手段ですからね。そういうことなんですよ。もう言ってしまったらね、目的になってないかというわけなんですよ。でも世の中の人の 99% はそう思ってしまってる人多いんじゃんかなって。そうですよね。お金をね、お金を目的にしちゃってる人が可能性ありますよね。あなたはですね、喜びを先送りにしていませんかと、今しかできないことをスルーしていませんかと問うてくるわけですよ。なんかずっとスルーしてきた気がするですよね。本書はそんなお金を稼いだ先にある本当の人生の豊かについて書かれてるわけなんですね。はい、なんでこう豊かな人生を送りたいと考えてる人はですね、はい、ぜひ最後までご覧ください。ということで早速内容入っていきましょうか。はい、お願いします。お願いします。じゃあまずですね、この本の、まあ、帯にも書いてあった通り、ゼロで死ぬって書いてあったじゃないですか。はい、あれどういうことなんかちょっと説明しようと思うんですけども、ゼロで死ぬってどういうことなんですか？まずですね、ちょっとあなたはですね、死ぬ前に後悔することトップ5っていうのを知っていますかという問いから来ます。なんだろう、気になる。これはですね、あの緩和ケアの介護者として働いてきた方が、余命数週間の患者がよくする、よく口にする後悔を5つにまとめた本があるんですよね。はい、その本からこう抜粋してきてるんですけども、それによると死ぬ前に後悔すること第1位は、勇気を出してもっと自分に忠実に生きればよかったっていうことなんですよね。なるほど、はい、勇気を出して自分に忠実に生きればよかったって死ぬ前に後悔する人が多いと。で第2位は、はい、第2位は働きすぎなければよかった。あ、これは確かに、これ第2位なんですよね。なるほどね、はい、ついついね。そうなんですよ。人はね、やりたいことをやらなかったこと時に死ぬ間際に後悔するというふうに言われております。普段からあんまりね、死を意識することってないじゃないですか。ああ、確かに。死を意識することない私たちは、やりたいことがあってもなんかいつも通りテレビを見て自宅で過ごしちゃいますよね。間違いない。 YouTube 見てやっちゃってますよ。楽だしね、楽だしね。そうなんです、今まで通りが一番楽なんですよね。ポチポチって見れるしね。そうなんですよね。人生がね、無限に続くかのように考えて、やりたいことを先延ばしにして、ただただお金を節約する、そんな生活しませんかと。この著者、僕のこと知ってます？はい、高橋さん知ってるシリーズ。うん、僕の知り合いの方ですかね。もうやっぱりそうなってますよね。生活そうなってる人が多いんですよね。しかし、やめたい、こんな生活。
ダメだこんな生活じゃ。もう各段階でね使える時間っていうのはそんなに多くないんですよ、はい、いやもう人生の各段階で。その通りですね、うん、90歳になってから水上スキーとかスカイダイビングってできないですよね、うん、そうですね。で子供が生まれたら世界旅行も、まあ、やりにくくなります、はい、間違いなくそれはありますね、はい、やりにくくなります、はい、人生はですよね、人生にはですね今しかできないことがたくさんあるんですよ。その今しかできない経験をスルーしてお金を貯めたところでその先に何があるのかということを言うんですよね、うんうん、使い切れないほどのお金を貯めて使い切れずに死ぬなんてお金の稼ぎ損だと、うん、働き損だというわけなんですよね、はい、そんな人生は人生の豊かさを最大限に生かしているとは言い難いというわけです、はいはい、最も効率的で人生の豊かさを最大化する方法はゼロで死ぬことだというわけなんですよね。でこのゼロで死ぬっていうのは、うん、言ってしまえば死ぬ時に貯金がゼロで死ぬことを指すんですよ。もうお金を使い切れということを言ってるんですよ。もうゼロで死のう、もう意識しようとされてる、うん、まあ、つまりですね、うん、稼いだお金を全てに経験に変えていこうよということを著者は言ってるんですよね。でこれ稼いだお金を物に変えるんじゃなくて、うん、経験に変えるっていうのがすごい大事なんですよね、はい、心理学の研究でも物にお金を使うより経験にお金を使う方がより幸せになれるっていう結果がもうすでに出ています、はい、実際いくつになっても楽しい思い出っていうのは思い出すだけで楽しい気持ちになりますよね、うんうん、はい、そうなんですよね。若いうちの安月給を切り詰めて貯金するくらいなら、うんうん、今のお金はその経験 今しかできない経験に使うべきだと著者は言います。もう大丈夫です、将来はもっと稼げるようになるんで、うん、大丈夫です。若いうちは将来もっと稼げるっていうことを信じて今しかできないことにお金を使うべきだということを言うわけなんですよね。間違いないことばっかり言ってるなこの人。全部間違いないでしょ、うん、もう全部間違いないですよ。もう全部バチバチに響いてる。いいですね、バチバチ。人はね老いには勝てないです、うん、必ずいつかは死ぬんですよ。だからこそ限られた時間の中で最大限に命を燃やす方法を考えなければならないと、うん、だからこそ今しかできないことにお金を使おうよということを言ってるんですよね、はい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 、これがこの本の最大の主張、ゼロで死ねっていうところなんですよね。なんとなくゼロで死ぬってことがどんなことか分かっていただけたかと思うんですけども、もうゼロで死の、もうそう思いますよね、うん、ただまあね、この話を聞くと、まあ、高橋さんみたいによっしゃってなる人といろんな疑問が生まれる人もいるんですよね。いやそうは言ってもという人もいるんですよね。疑問を聞きたいですね。そうそう、じゃあどんな疑問が生まれるのかというと、まあ、今回4つちょっとまとめました、うん、1つ目、でも仕事が好きだからという主張ですよね、はいはい、さっきの本の主張は、まあ、人生で使い切れないほどのお金を稼ぐために時間とエネルギーを使う必要などないよっていうのが本書の主張なんですけども、うん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 、やっぱそれでも仕事が好きだっていう人はいるじゃないですか、まあ、それはそうですよね、はい、仕事に情熱を注ぐっていうことはめちゃくちゃいいことだし、うんうん、そのこと自体はすごい人生を豊かにすると思うんですよ。そうですね、仕事で人生を豊かになってる人もいますから、ね、絶対いますよね、うん、ただそれでも稼いだお金は使い切った方がいいと著者は言うんですよね。好きな仕事をしていることで、まあ、十分幸せだとしても、うん、たとえおまけとしてお金を稼いでいたとしても金が金であることには変わりはないと、はい、仕事以外にも有意義な時間の過ごし方っていうのが見つかるかもしれないですし、うん、なんならそのお金を仕事に生かせるような使い方もできるわけじゃないですか。なるほどね、まあ、例えば超高級なセミナーに行くとか、うん、まあ、その世界でね、その仕事の世界で著名な人に会うとか、うんうん、まあ、大金を払わないと会えないような人に会いに行くとか、まあ、それはね、はい、ありますね。そういう感じでお金使えるわけじゃないですか、うん、何にせよ仕事をしつつもお金を使い切る方が人生の豊かさは最大化できるということを言うわけなんですよ。だから仕事しててもいいんだけど、うん、稼いだ分のお金は全部使っちまえよということを言うんですよね。なるほど、はい、これが疑問の1個目に対する著者の答えですよ、うん、じゃあ疑問の2個目、子供にお金は残さないのかという疑問ですよね。あ、まあ、子供に残したくなっちゃいますもんね、多分ね。まあ、ゼロで死ぬっていう話をすると、じゃあ子供はどうするのっていう質問が必ず来るらしいんですよね、うん、まあ、そんなの自分勝手だとか、子供の幸せは考えないのかとか、うん、子供がかわいそうだとか、まあ、残された子がね、そうですそうです、うん、残された子にお金残さないのっていう質問が来るらしいんですよ。そんな質問に対してこう著者は言うわけですね。財産は死ぬ前に与えるべきだと。え、どういうこと、どういうこと、死ぬ前に与えるべき。そうなんですよ、うん、そもそも子供に財産を残さないとは言ってないんですよね、うん、はい、子供たちに分け与える財産を取り分けた後の残った自分のお金を使い切ろうよって言ってるんですよね。だから子供にはお金は残すんですよ、うんうん、残すんですけども、そのお金を本当に子供たちのことを思ってるなら、お金を渡すのをなぜ自分が死ぬまで待つんだというわけなんですよね。子供たちがお金が欲しいタイミングって大体若い頃なんですよ。ですよね。それこそ一番お金がいるのって20から40歳ぐらいですよね。まあ家買ったりとか子供ができたりとか、まあいろんな人生の転機に対してお金がいるわけですよ。
まあ、著者は大体26から35歳がお金の価値を最大化できるっていうふうに言ってるんですけども、はい、ただ自分が死ぬのが例えば80歳とか90歳だとするじゃないですか、うん、その頃に子供ってもう50歳か60歳ぐらいになってるんですよね、うん、じゃあ子供が60歳でたくさんの財産もらったとして、それどれだけ有効活用できますかっていうことを著者は言うわけなんですよ、うん、それなのにゼロで死ぬ話を聞いて子供がかわいそうなんていうのは偽善が過ぎるし、自分が死ぬまでに子供に財産を与えない方がよっぽど子供がかわいそうだと言うんですよね。本当に子供のことを考えるんだったら、子供が一番お金を欲してる26歳から35歳の時にまとまった財産与えるべきだろうとことを言うんですよ。めちゃくちゃ合理的なこと考えてますね。めっちゃ理にかなってるでしょ。もうだからこれ質問した人ももうグーの根も出ない意見やと思うんですよね。なんで自分が死ぬまでねお金を貯めといて余った分子供にあげますよなんてのはそれこそ偽善だと、全然子供のこと考えてねえだろお前らの方がっていうことを著者は言うんですよね。この時に一番欲してる時にお金をあげろよと。そうなんですよ。あげるんだったらね、あげるんだったらね、はい、なんで著者は実際あげるよって言ってるんですよね、はい、これが子供にお金を残さないのかっていうのに対する著者の答えですよ。じゃあ疑問3つ目、やっぱそれでも老後が心配だっていう意見、はい、老後心配、それもありますよね。ありますよね、はい、まあこの話はですね、何も貯金が悪だと言ってるわけじゃないんですよね。使うよりも貯めることに執着しすぎる風潮が良くないって言ってるだけであって、まあ、自分の人生をね最大化しようって思って考えた結果、まあ、多少貯金があった方が安心するなって言うんだったらそれはそれでありだというふうに著者は言っています、はい、しかし多少の貯金と言っても自分の寿命を計算して貯金するべきだと著者は言っております、はいはいはい、この慎重派の人は往々にしてもう150歳まで生きるつもりですかっていうぐらいお金を貯めがちだと、ね、来世に取ってるからね。そうそうそう、いやでも地獄来世のお金って、地獄には持っていけねえぞというわけですよね、うん、はい、まあ年を取るほど使うお金っていうのは減っていきますよね、まあ、もちろんその旅行にも出かけられなくなりますし、まあ、食べる量も減っていったりするわけじゃないですか。なんで最低限の貯金で計算しようと言うんですよね、はい、またまあ保険などのサービスを利用してですね人生を最大化できるように考えましょうよと言うんですよね。もう不安だからとりあえず貯めとくっていう何も考えずにやることが一番ダメだって言ってるんですよ。でいろいろ考えた結果やっぱ多少貯金あった方がいいねってなるんだったらそれはそれでいいよって言ってるんですよね。とりあえず一回考えてみろと著者は言うわけなんですよね、はい、これが老後が心配っていう疑問に対する答えです、はいはい、じゃあ4つ目の疑問、じゃあいつ資産を取り崩すべきなんですかっていうところなんですよね、はい、はい、まあ貯金をねするとするじゃないですか、まあ、やっぱりちょっと不安だから貯金します、うんってなったとして、じゃあゼロで死ぬためにはいつ頃からこの貯金を切り崩していくべきなのかっていうのに対して著者は具体的にだいたい45歳から60歳頃から切り崩すべきだと言っております。ちょっと早いね、早い気もしますけどね。そうですよね、これだってもう定年退職する前からですからね。これはですね健康度合いを加味して出された数字なんですよね、はい、つまり健康な人ほど切り崩すのは遅くていいんですよ。60歳に近くてよくて、はい、不健康な人はまあ45歳に近い早く切り崩すべきだというふうにおっしゃっております。じゃあどれだけの金額を貯金しておくべきなのかっていう話なんですけども、はい、もうこれ答えはシンプルです。仮に80歳まで生きるつもりだとして、まあ、60歳から切り崩し始めたとするじゃないですか、はい、すると残り20年ですよね。なんで現在の年間生活費をかける20したらいいんですよと言うんですよね。実際は、まあ、投資などにお金を回してればもっと少なくて済むわけなんですよ、まあ、福利のあれでどんどん溜まっていくんで、なんで、それで計算したらいいんだよというわけなんですよね。そして資産を切り崩すっていうことはそれ以降働く必要はないっていうことなんですよね。つまりもう60ぐらいから別に働かんくてええんやでと著者は言うんですよ。ただ、まあ、ここで言いたいことは仕事をいつリタイアするかっていう話じゃなくて、はい、こういう話するとね、いや仕事したいよでもと、仕事が生きがいなんだよっていう人もいてると思うんですよ、うん、なんでそういう人のために言いたいんですけど、仕事をいつリタイアするかじゃなくていつ稼ぐ以上にお金を使い始めるかっていう話をしてるんだっていうことなんですよね、はいはい、なんで仕事が好きで仕事がしたいっていう人は別に仕事を続けてもいいんですよ、はい、いいんですけども稼ぐ以上に使わなければ人生は最大化されません。されないんですね。手元に残っちゃうから、だからもう残さず使えよということを、60ぐらいから稼ぐ以上に使い始めろよということをね著者は言ってるんですよね。なるほどな。これがいつ資産を切り崩すべきかっていうことの問いに対する答えになります、はい、以上がね本書の内容になるわけなんですけども、はい、まあ、最後にちょっとまとめさせていただこうかなと思います、はい、ということでね、人生を豊かにするお金の使い方を教える本を要約させていただきました、はい、まとめるとですね、お金は貯め込みすぎず今しかできない経験にどんどん使いましょうよという話でしたね。
著者はですね、このゼロで死ぬっていうことを推奨してるんですよね、はい、これは死ぬ時に貯金がゼロで死ぬように、はい、生きてるうちにお金は楽しいことややりたいことに使い切ってしまおうっていう考え方ですね。うん、使い切れないほどのお金を貯めたりとかですね、若い頃から安月給を貯め込んだりせずに、今しかできない経験にお金を使って人生を最大限謳歌しましょうよという話なんですよね。まあ、でも本質ですよね、はい、そうなんですよ、やっぱりね、ついつい忘れてしまうけどなんか貯めちゃうでしょ、死をね忘れて、でもそれじゃダメだよと言うんですよね。しかしこういう話をすると、まあ、こういった疑問が出てくるわけなんですよね。例えばでも仕事が好きだから仕事は続けたいという意見ですよね、はい、これに対して著者は、まあ、たとえねおまけでお金を稼いでいたとしても金が金であることは変わりがないんで、何か仕事に生きるものでもいいんで有意義なものにお金は使いましょうということを言っています。はいはい、疑問の2つ目、子供にお金は残さないんですかという問いに対して著者は、財産は死ぬ前に与えるべきだと言うんですよね。本当に子供のことを考えるんだったら、子供が一番お金を必要としているときにお金を渡すべきだろうと、それは多分あなたが死ぬときじゃないぞということを言うんですよね。はい、その通りですね。いや言われてみたらね、もうグーの出も出ないです本当に。確かにですよ。いや間違いないですよね。じゃあ疑問の3つ目、老後が心配っていう意見に対して著者は、まあ、何もね貯金が悪だと言ってるわけじゃないと、はい、人生を最大化するために多少の貯金が必要だと思うならそれはそれでありですよということを言っております。そうですね、はい、ただ何も考えずにとりあえず貯めるっていうのはやめましょうと、一回考えようよということを言ってます。はい、で疑問の4つ目なんですけども、いつ資産を切り崩すべきかということですよね。はい、まあ、大体ね60歳ぐらいから貯金は切り崩し出そうと著者は言ってます。はい、まあ、仕事を続けてもいいんですけども、まあ、この年あたりから稼ぐ以上にお金を使い始めることが人生を最大化させるコツだと言っておりますので、まあ、お金はね使い切っちゃいましょうということを言っております。はい、というのがね本書の内容になるわけなんですけども、やっぱりどうしてもね貯めることに執着しがちやと思うんですよね。いやついついね、はい、不安ですからね。そうなんですよ、まあ、今ね老後のこと年金のこととかで不安な人いっぱいいてると思うんですけど、はいはい、それでもやっぱりね今しかできないことにやっぱお金を使うべきだということを改めて思いましたね。僕も食らいました。これにはかなり食らいましたね。ゼロで死ぬ。なんでね皆さんもね明日からもうお金どんどん使ってもらって、俺はゼロで死ぬ、ゼロで死ぬ、君たちはどうする。よろしくお願いします。ということで本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。おまけトーク、激アツちゃいますこれ。激アツだったね。いやほんまに僕呼んでてねもう手震えてましたわ。これはやべえっつって。こうなってるわ。どうなってんのそれ。どうなってんすか。でもすごいね。やっぱお金は使い切るべきだというところですよね。いや確かに先延ばししてんなと。まあ今ねコロナもあるんでちょっとやりにくいところもあるかと思いますけども、まあ、それでもできる範囲でね、なんならお金なくてもできることあるだろうと言うんですよね。ああ、なんならなんならじゃこの YouTube とか僕たちがやってることも、はい、そうやれよってことなんだよね。やりたいと思ってるんだったら、うん、やってみろよと、もうちょっとでもやりたいと思ったらやっちまえよって言ってるんですよね。っていうことに尽きるよね。そういうことです、はい、途中で中途半端で終わってかっこ悪くてもいいじゃん。もういいじゃんそれでも。ゼロよりマシだね。位置作ってますからね。そうそう、はい、で死ぬ時にゼロだったらよくね。後悔ゼロにしたいってことでしょ。そういうことです、うん、で死ぬ時にわあやっとけばよかった、こうやっとけばよかったっていうのもないように、やっぱやらない後悔よりやった後悔だということなんですよね。やらない後悔よりやった後悔の方が絶対にいいと思う。絶対に、まあそれは犯罪とかでなければね。あ、そうですね、うん、まあ、そこはね人にあんまりその迷惑をかけない範囲でっていうのはあるかもしれない。人に迷惑をかけない範囲、まあまあ多少はかけるかもしれないけど、 そうですね、そのいわゆるね人を殺すとかそんな論外だし。そうですね、犯罪系は論外ですけどね。そうそうそう、うん、この動画が面白かった人、役に立ったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。